名曲客船の時間がまたやってまいりました。宮地純一でございます。私が勝手に名曲だと思うものをですね、みんなに押し付ける、そういうどうしようもない時間でございますが、まあ、ちょっとの間なんてお付き合いいただきたいと思います。今日持ってきたのはですね、これでございます。パーシースレッジ、男が女を愛するとき。これも日本では有名じゃないでしょうか。私も、当時小学校5年か6年生の時だったんですけども、さすがにこれはラジオでかかってました。内容はよくわかりませんけども、メロディーは覚えております。パーシー・スレッジさん、アラバマ州出身の人ですね。もともとなんかプロ野球を目指したんですが、やっぱり体が小さいときに諦めて、病院のジャニターっていうんですかね、病院のなんていうか、物を運んだりするような、そういう仕事をしたんですけども、そのうちだんだんシンガーになりたいということで、そのアラバマ州にあるいろんな小さいレコーディングスタジオに腰掛けて、自分の曲を聴いてくれというようなことをやってて、で、やっとレコーディングのチャンスが巡ってまいりまして、で、自分がこう作った曲でいろいろ遊んでくるうちに、この曲ができたらしいんですよね。When a Man Loves a Woman。まあいろんなタイトルがあったらしいんですけど、まあ最終的にこれに落ち着いたということで、これアラバマ州で録音されたんですね。で、アラバマ州にはいろんなスタジオがあってですね、そろそろそういう南部の音楽がアメリカでも流行るってことが分かってて、アトランティックレコードのジェリー・ウェクスラーがですね、そのあたりをよく分かっててですね、もしいい音楽、いいシンガーがあったらテープを送ってくれというふうに言ってたんですね。それでアラバマ州のスタジオの人がですね、この出来たてのほやほやのこのテープを送ったらですね、ジェリー・ウェクスラーは喜んで、これは絶対売れると。で、当時一緒にやってた、社長ですね、アーメット・アテガンさん、アトランティックで、ヨーロッパの方に、遊びに来たらしいんですけども、すぐ電話をかけて、アーメット、すごい曲を見つけたと。これで我々は今年の夏遊んで暮らせるとか。さすがですよね。すぐそういうこと言って。で、ただし、ホーンが、ホーンセクションがですね、ちょっとよれてるから録音し直せと言って、で、実際録音し直したんですが、あんまりうまくいかず、そのまま昔のままを送ったらですね、結局それが出てしまったという。人間って、じゃあそれが分かんなかったのかという感じがしますけれども、まあ、ナンバーワンヒットにありがちな、ストーリービハインドヒットとしては、面白いですね。録音し直したんだけど結局折り皿が出てしまったということで、これがなんと全米ナンバーワン、ポップチャートナンバーワン、 R&B チャートもナンバーワンでございます。すごいですね。デビュー曲が1位って実はあんまないんですよね。それほど、そのぐらいインパクトがあった曲でございます。でですね、すぐアルバムが出ました。これでございますね。ひどいですね。この人パーシー・スレッジさんじゃありませんからね。いわゆるガールカバーって言われるやつですね。パーシー・スレッジさん後ろ行っちゃってる。かわいそうにね。ねえ、だけど、まあ、パーシー・スレッジさんが歌う、そのこの男が女愛すときって、この女っていうと、なかなかこう、いいですよね。合ってますよね。この方はなんか、アトランティック系の、レコードのジャケットに何回か登場する人なんですけどね、今までにですね、名前が分かってないんですね。ご存命かもわかりませんけども、なかなか、いい感じでございますね。ということで、この When a Man Loves a Woman、まあ、絞り出すような、いわゆるサザンソウルでございます。で、この曲はですね、これが66年、7年、全米ナンバーになるんですけれども、それから20年後以降、経ってですね、91年だったんですけれども、マイケル・ボルトンさんがカバーしてですね、これ確かフラトーにお疲れだと思うんですけど、全米ナンバーになったんです。同じ曲の、違う歌手で1位、両とも1位になるっていうのは、実はあんまりないですね。グランドファンクのロコモーションとリトルエヴァ、それとヴィーナスのバナナラーマーとショッキングブルーとか、まあ、いくつかあるんですけど、そんなにないです。で、この曲がまさにその曲でございまして、いい曲は必ず蘇るという感じでございますね。またマイケル・ボルトン・バンジョンがですね、この輪をかけてですね、粘っこいんですね。もう全部ここまで歌わなくてもいいだろうと、血管が浮き出てしまうようなですね、マイケル・ボルトンさんのバージョンはですね、ちょっとツーバッチだという感じがしますけれども、まあ、この曲の良さを表しているのは間違いないと思います。それで、あまりにもこの曲がヒットしたおかげでですね、なんか、パーシー・スレッジさんは一発屋だと思われがちですが、実はそんなことは全然なくて、
いっぱい、ヒット曲出してます。日本でもシングルがいっぱい、出ております。10曲以上のヒット曲あります。ただあまりにもね、男は女を愛するというのはヒットしてしまったおかげで、なんとなく一発屋の、なんかこう、言われのない汚名を着されてるわけでございますが、僕はこの曲が好きなんですよ。で、Take Time to Know Her。恋は時間をかける。これなかなかいいタイトルじゃないですか。ね。この曲もすごくいい曲。Woman Tender Love とかですね、いっぱいヒット曲がありますので、ベスト版が出ておりますので、ぜひそれをお買い求め、いただければと思います。それではですね、男が、ある女を愛するときというテーマでございますね。まあ、そういうテーマはですね、100年後も200年後も全く変わらないと思いますので、おそらくこの曲もその時まで生きていると思います。バーシースレッジ、男が女を愛するとき。